ドラマや CM に引っ張りだこの深田恭子さん。多くの年代から人気のある女優さんですね。また年齢を重ねても綺麗な女優さんの代表格でもあります。今回はそんな深田恭子さんの生い立ちやご家族についてご紹介します。深田恭子さんのプロフィール。本名深田恭子。生年月日1982年11月2日。出身地東京都北区。身長163センチ、靴のサイズ26センチ、スリーサイズ、バスト86、ウエスト62、ヒップ88。血液型 O 型。出身校堀越学園高校トレイトコース。資格書道特1段原付免許。活動期間1996年から。事務所ホリプロ。深田恭子さんの生い立ち。深田さんは2歳から水泳を始め、4歳からピアノと書道を習い始めます。特に水泳は得意で、オリンピック選手を目指したこともあるそうです。この頃の深田さんは無口で人見知りする子で、一人でお人形遊びをしていたそうです。幼稚園入園から小学校卒業までの生活。幼稚園の頃の深田恭子さんは冷めた子供だったと話していて、幼稚園の父兄向け学芸展示会でのエピソードが残っています。他の幼稚園児は両親が来るので頑張って紙粘土で作品を作る中、深田さんは粘土を丸めただけの餃子を作ったそうです。お母さんは深田さんが作った粘土の作品を期待していましたが、まさか自分の娘は餃子を作ったとは衝撃だったと話したそうです。小学校入学から中学校卒業まで。深田さんは王林幼稚園を卒園後、小学校は地元の公立北区立柳田小学校に進学しました。小学生時代になると毎日習い事でお休みがなく、多忙な日々を過ごしていたそうです。水泳が得意な深田さんですが、水泳以外の運動は全て苦手だそうです。小学校時代の深田さんについては、小学6年の時に同じクラスの N 君を好きになり、バレンタインのチョコをあげたそうです。この頃はセーラームーンと福山雅治の大ファンで、ガリレオで福山さんと共演した時は当時の憧れを思い出して緊張しましたとインタビューに答えていました。深田さんの出身中学は北区立王子中学校ですが、現在は北区立王子桜中学校で、2005年に王子中学校と桜田中学校が統合した公立中学校、北区立中学校最初の統合進行とのことです。中学時代は音楽部に在籍してクラリネットとサックスをしていたそうで、部長を務めていたとか。その他では中学2年の頃にいじめを体験し、少しだけいじめられたとお話しされていたことがあったそうです。深田さんの中学2年といえば、この頃1996年にお父さんの友人の勧めで参加したホリプロタレントスカウトキャラバンのピュアガールオーディションでグランプリを受賞し、芸能界入りをしたのでした。オーディションへの出場はお父さんの知り合いが強く勧めてくれたんだそうです。当時の深田さんは華原朋美さんの大ファンだったこともあり、歌手になるつもりでいたみたいです。中学時代の深田さんはバレンタインチョコを渡していらないと拒否られたり、中学2年から3年まで好きだった人に3回告って3回振られるといったような散々な体験をしていたようです。そして中学3年にドラマ「海峡」でデビューをしました。芸能界に入った年で4本のドラマに出演することになり、高校は芸能人に理解のある高校に進学することになります。堀越高校入学、そして一躍ブレイク。北区立王子中学校を卒業した深田さんは堀越高等学校の普通科トレイトコースを選択しました。深田さんと同期入学された芸能人は3人で、加藤愛さん、塚本隆さん、藤原竜也さんになりますが、同期卒業は加藤愛さんのみ。塚本隆さん、藤原竜也さんは中退されているようです。深田さんは大学には進学をしていないようで、現時点での最終学歴は高校卒です。
高校1年生にあたる1998年7月のドラマ、神様もう少しだけで主演、加納正樹役を演じた深田恭子さんは最高視聴率 28.3% を記録して一躍ブレイク。援助交際をして HIV に感染するという難しい役どころを演じきって脚光を浴びました。深田恭子さんの天然エピソード。深田さんは天然なところがあるようで、いくつかのエピソードがあります。六本木の居酒屋で友人と飲んでいた深田さんは、かくれんぼをやろうと友達に提案しました。友人は渋々ながら付き合うことになったそうですが、鬼になった深田さんは友人を置いたまま帰ってしまったそうです。自分から提案しておいて鬼になったら置いて帰るとはなかなかのものですね。これも深田さんだから許されたことなのでしょうか。一方で男勝りな一面があるのも深田さんの魅力で、友情に全てを求めない、ベタベタしすぎない友情が好きと話しているといったエピソードもあります。一見ふわっとしたイメージが強い深田さんは、芯の強い女性なのも幼少期から両親に厳しくも愛にあふれた教育が原点にあるようですね。ご家族は？深田さんのご家族は4人家族で、父、母、妹の構成になります。深田さんのご両親は厳格ですが、妹も含め仲はとても良く、恋愛の話もするとか。映画館にはお父さんと一緒に行っていて、数年前まではご実家で暮らしていたそうです。深田さんのご両親は居酒屋を経営しているという噂があります。その居酒屋の名前は味の店いさみですが、これは本当か否か分かっていません。この味の店いさみはラーメンも食べられる居酒屋だとか。またお父さんについては、都庁の職員で働いている公務員と言われていますが、過去に深田さんが、お父さんは公務員とインタビューに答えたそうですが、都庁とは答えていません。都庁はあくまでも噂になります。現時点ではお父さんの名前は公開されていませんでした。一般人でお仕事に差し支えがあったら大変ですから仕方がないですね。深田さんのお父さんは2013年に病気療養をしていたそうで、当時の深田さんは相当心配をしていたそうですが、今はお元気になられたとのことです。深田さんのお母さんは深田さんが小さい時から厳しかったと言われています。深田さんのお母さんの名前や職業は公開されていませんでしたが、お母さんのご実家が文房具屋だという情報がありました。また深田さんには6歳年下の妹が1人いて、お名前はマリさん。すでにご結婚されていて男の子が2人います。深田さんにとって甥っ子にあたりますが、メロメロな様子をインスタで見ることができます。深田さんとマリさんはとても仲がいい姉妹で、喧嘩になることはあまりなかったそうです。今でも悩み事は妹のマリさんに一番に相談するのだとか。また深田さんのご実家がネットではすでに出ています。深田さんのご実家が一軒家ではなくてマンションであることも分かっていまして、どうも深田さんが生まれた時からそのマンションに住んでいた可能性があります。深田さんが通った幼稚園、小学校と中学校からとても近いところにあるので、ネットで書かれているマンションは事実の可能性も高いです。ちなみにその住所は東京都北区王子です。子供の頃の深田さんはやんちゃで障子を破いたりしていたようです。お母さんと喧嘩をした時は部屋の外に出されることもあり、開けてとの声がマンション中に響き渡ったという話も残っているようです。妹のマリさんが悪さをすると連帯責任で深田さんも怒られていて、妹ってずるいなと子供ながらに思っていたそうです。いかがでしたか？2021年5月26日に適応障害のため活動を休止するというニュースが流れました。所属事務所によると、昨年春ごろから体調を崩し、今月に入って適応障害と診断されたとか。休養に伴い主演を務める予定だった7月期のフジテレビ系連続ドラマは降板し、完治するまで復帰する期限は決めていないとのことです。ゆっくり休養され、またお元気な姿を拝見したいですね。